こんにちは、メンテの小島です。藤木です。今回は梅田エリアのバーを紹介していきたいと思います。基本的にバーってそもそもどこにあるのかもわからないし、場所が分かってもお店の雰囲気もわからないから、どこに行けばいいかわかんないですよね。そんな方たちのために今回は梅田の中でも東梅田周辺のちょっとご飯食べた後の2軒目にもぴったりなバーを3店舗に厳選してご紹介していきます。僕自身入るまでどんなバーかわからなかったり入りにくいのがバーの醍醐味だとも思うんですけど、正直大事な場面で失敗したくないっていうのもすごくわかるので、失敗したくない方はこの動画を参考にしていただけたらと思います。それでは早速紹介していきます。まず紹介するのが東梅田の初天神の近くにある隠れ家バーのインスパイアさんです。一見すると入るにはかなり勇気がいるというか、知らないと、到底たどり着けないような店構えなんですが、いざ入ってみるとすごく雰囲気があって落ち着く空間になってます。このバーは映画の美術監督などをされている方が作られていて、照明の雰囲気だったりがその辺のお店とは一線を画す内装になっています。バーって僕はお酒ももちろんなんですが、サードプレイス的な要素があると思ってて、どれだけ落ち着けるかとか居心地の良さだったりっていう要素もかなり重要かなと思ってます。俺こんなバー知ってるんだよって友達や彼女に自慢できるようなお店がやっぱりいいですよね。ドヤ顔したいですもんね。マスターも優しくて気軽にお話ししていただけますし、本当に一人で来てもくつろげるような居心地のいい空間になってます。あとはこのカウンターが一枚板でできてて、で照明もこんな感じですごいかっこよくて、めちゃくちゃこだわりが感じられますよね。こういう木の香りがすごいする場所っていかにも男のロマンって感じですもんね。なんか山小屋的な感じですもんね。今回というかいつもなんですけど、僕はジントニックを注文して、藤木さんはバーボンを注文してます。これ僕らいつも同じお酒頼んでますよね。はい、なんかこういうところでバーボン飲むっていうのが渋いなって思ってから僕ずっとバーボン飲んでますもん。あ、これ渋いから飲んでますね。こんな感じで藤木さんみたいに渋さを求める人にも、ちょっとラフに2軒目でもうちょっとだけ飲みたいって方にもぴったりのお店かと思います。ちょっと入れ組んだ場所にあって最初は入りづらいかなとも思うんですけど、入ってみるとすごいいいお店なので皆さんぜひ行ってみてください。次にご紹介するのがこちらも東梅田にありますバーワーカホリックです。こちらは僕がずっとお世話になっているマスターがいて、今回お邪魔させていただきました。まずこちらのお店の何がいいって、やっぱりカジュアルにお酒を楽しめるところかなって思います。カウンターだけのお店ってどうしても入りづらかったり、ちょっと落ち着かなかったり、お店によって結構分かれると思うんですけど、このお店はテーブル席も結構多いので、ちょうどご飯食べた後の2軒目なんかにも入りやすいかなと思います。マスターも今日はちょっといないんですが、一軒もの静かそうで、実はすごく気さくな方で、そこもいいポイントですね。確かに、やっぱり一番最初は僕も怖かったですもん。ただこのマスターがいるから行こうってなるのも、バーにおいて僕はお店のこの居心地を作り上げる重要な要素だとも思っているので、そういう意味でもここはまた来たいなって思うお店になってます。ちなみにこの動画で紹介している他のバーもこのお店のマスターに紹介してもらってたりします。なんか正直僕めっちゃお酒弱いんですけど、そういう人でもゆっくり過ごせたり、いろいろな話が聞けたりしますし、ただお酒を飲むだけが楽しみ方じゃないって思いましたね。藤木さんもバーボンどの種類飲むかとか、結構新しい扉開けてもらったりしてましたもんね。はい、お酒の相談からプライベートの相談まで何でも乗ってくれてます。あと僕バーに行くと絶対こうジントニックばっかり頼んでるんですけど、それもマスターに、ジントニックはバーのこだわりが出るからいいよって教えてもらってから、もうその通りそういう風にしてますもん。カジュアルにバーを楽しみたい方や、かっこいい男のバーでの所作だったりも知れる初心者に優しいバーかと思うので、ぜひ皆さん肩肘張らずに行ってみてください。では最後に紹介するバーがこちらのトリーニさんになります。先ほどの2店舗と結構近いところにあるので、まだ飲み足りない時だったり、バー巡りをする際にも立ち寄ったりするのもすごくいいかと思います。1階はカウンターになってて、2階も一応あるんですけど、団体さんとかが来られた時に使用したりもするみたいです。階段の感じとかめちゃめちゃおしゃれですよね。こだわりが感じられます。で今回も例に漏れず僕はジントニックを注文したんですけど、ちょっとこのジントニックの作り方見てもらっていいですか。これ大体のお店は
氷を最初に入れてから作っていくと思うんですけど、今回氷をこれ最後に入れてるんですよね。でこれがすごい見てて綺麗というか、もう入れた時にめっちゃぴったりやんって感動しました。僕は今回ジンのリキュールを飲み比べみたいな感じで出してもらったりもしました。コーバルってリキュールがすごく飲みやすくて結構酸味がある感じで、これはまた飲みたいなって思いましたね。なんかこんな感じで新たな発見があるっていうのもシンプルにいいですよね。はい、やっぱりそういうのもバーの魅力の一つかなと思います。僕もお酒あんまり飲めないっていう理由で、バーを敬遠してる部分があったんですけど、なんかバーとかすごいハマっていろんなお店に行ってる方の気持ちがやっと分かりました。今はバーにたまには行くけど通うほどじゃないかなって思われてる方もきっとハマれるきっかけになるかと思うので、ぜひ足を運んでみてください。いかがでしたでしょうか。今回は梅田エリアの2軒目だったりデートでも使える大人なバーをご紹介させていただきました。バーって実際どこにあるかわからなかったり、場所が分かってもどんな雰囲気なのかわからなかったりすると思うので、この動画をぜひ参考にしていただけたらと思います。こんな感じでこれからも世の中の男性をいろんなベクトルからスマートにしていくために、さまざまなお店を紹介したり発信していけたらと思います。この度僕がスタッフをしているメンテの新店舗が梅田の茶屋町にオープンします。関西では初となる個人用のプライベートサウナを完備しており、サウナ、水、シャワー、外局の全てがプライベート空間でお楽しみいただけます。大人になってそれこそ仕事をしていると、一人で考え事を雑念なしでできる時ってあんまりないですよね。そういう人にプライベートサウナってぴったりだと思います。都会の喧騒に疲れてオアシスを探している方、概要欄のメンテ公式 LINE からお問い合わせやご予約などできるので、ぜひチェックしてみてください。今回もご視聴ありがとうございました。